阪急電鉄の臨時特急、急行や臨時準急、定期列車でも季節やイベントによって副標をつけている列車がテーマです。ナレーションの字幕を出すことができます。パソコンなら字幕マークを、スマホなら CC マークを押してください。ここは1974年の岡町駅、宝塚駅の臨時特急が通過していくよ。初詣臨時特急の運行標識を掲げているのだ。2024年の神戸線、折り返し神戸三宮駅となる車両に初詣の副標を掲げています。折り返し深海地域特急にも同じデザインの副標がついていますね。1973年の岡町と夜中間、春の臨時特急が走っていきます。宝塚の遊園地で開催されている企画展の副標がついています。2024年、大阪梅田駅特急だよ。桜と書かれたヘッドマークをつけているのだ。毎年6月に阪神競馬場で開催される宝塚記念、沼津線から神戸線に直通する臨時急行梅田駅が走ります。これは2008年の蜷川駅で発車を待つ7000系の急行です。5000系も臨時急行運用についていたよ。左側の回送列車も折り返し梅田駅の急行になるのだ。沼津線内の臨時普通電車、普段は見られない西宮北口蜷川間の運行標識をつけて登場しました。7月には大阪で天神祭り、定期特急列車に天神祭りのヘッドマークがつくよ。座席指定サービスのある特急にはフライベースのロゴマークが取り付けられるため副標はつきません。1971年の重曹駅、宝塚線ホームに箕面発の臨時準急が入ってきたよ。秋、紅葉狩りのシーズンなのだ。入れ違いに梅田発箕面行き臨時準急が来ました。1980年まで春、秋の日曜、祝日に15分ごとに運行されていました。京都線ホームには嵐山行き臨時急行がやってきたよ。1969年に竣工したばかりの3300系なのだ。2024年、嵐山線へ直通する臨時列車はありませんが、定期列車の一部にもみじの副標がついています。ヘッドマークのデザインは各線とも同じだよ。桂駅でちいかわのマークをつけた6300系と並びます。ちいかわとのコラボ列車、京都線版のうさぎ号だよ。神戸線版、宝塚線版も登場したよ。2024年前半、熊野学校とのコラボ列車が現れました。これも京都線、神戸線にもあります。2024年後半にはトムとジェリーとのコラボだよ。2025年3月まで運行しているのだ。阪急電鉄はカラフルで楽しい副標を取り付けて利用者の目を楽しませてくれます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。